こんにちは、学習塾ネスト福知山の小西優穂です。今回は、中1国語の教科書載っている大人になれなかった弟たちに、こちら、やっていきたいと思います。本文をね見てもらったら分かるように、これ何が題材にされているかというと、日本で実際にあった戦争ね、戦争で苦しめられていた人たち、今回作者である米倉正金さんっていう方が実際に体験したお話っていうのがここで綴られています。皆さんは、私もそうなんですけど、戦争っていうのを実際に体験してない世代じゃないですか。だから、今までにあるような資料とか、こういった文章とかそういったものからこう情報を得るっていうことでしか、その戦争の実態っていうのを知ることができないわけですよね。でも、その争いっていうのが、じゃあもう今もう完全にないかというと、残念ながらそうではないですよね。だから今の私たち、今の世代の皆さんたちが、戦争ってやっぱダメだよね、こんな悲惨なことあっちゃいけないよねっていうのをしっかり知っておく必要があると思うんです。だから今回の授業で、この大人になれなかった弟たちにあらすじっていうのを解説していきます。でそこで皆さんがどういうふうに感じたか、何を思ったのかっていう、その気持ちっていうのをまず大事にしてほしいなと思います。で、今回動画は前編後編の2つに分けてお送りします。前編では、話がどういうものなのか、あらすじというか、どういうお話なのかっていうのを、教科書に沿って説明をしていきます。で後半の動画では、テストに出そうなポイントっていうのはもちろんそうですし、このお話の中で重要な部分ですね、特に、主人公である僕と、それからお母さんが、この場面ではどういうふうに思っていたのかとか、そういったことを詳しく説明していけたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今回、戦争のことについていろいろ語られるわけですが、皆さんが知らない言葉とか、知らない事情とか、そういうのがいっぱいあると思うんですね。最低限解説はしていくんですけど、皆さんもここって実際どうだったんだろうとか、わからないこと、気になることがあったら、どんどん自分で調べてみてください。よろしくお願いします。はい、ではじゃあ早速中身の方入っていきましょう。今回、物語の中に、物語というかもう実際にあった体験です。語り部は僕、この僕っていうのは最初言ったように作者であるこの米倉正金さんのことなんですよね。この正金さんが子供時代、小学4年生の時に、弟くんが生まれたとありますが、それぐらいの年の時に実際に体験した話っていうのがここで語られます。じゃあ、その僕の家族、どういう人がいたのかっていうのを確認していきますね。まずお父さんは、本文の中には、名前しか出てきません。というのもお父さんは戦争に行ってるんですよね、兵士として。だから僕と一緒にいない。で、戦争に行って今は留守なわけです。だから父を除いた、祖母、妹、母、そして弟で僕の5人で暮らしていたというふうに書かれています。で、祖母と妹も出てきます。で、今回の話の中で、よく出てくるというか重要な人物として描かれているのは、お母さんとそれから弟のひろゆきくんという名前の男の子。この子は、僕が小学校4年生の時に生まれましたというふうに書かれていますね。なので、戦争の最中に生まれた、もうほぼほぼ赤ちゃんだったわけです。じゃあその戦争の最中に生まれた子供だったこのひろゆきくんがどういう境遇を経てきたのかっていうのがここから語られていくわけですね。で、最初にも言ったように今これ戦時中、戦争の真っ只中なわけです。皆さんも名前ぐらいは聞いたことあると思います。今この話の中で描かれているのは太平洋戦争と呼ばれる戦争です。はい、日本をはじめとした、あとドイツとかイタリアとかっていう国と、それからアメリカ、イギリス、そしてフランス、ソ連、中国などといった国との戦いなわけですね。
で、まあ、有名なのがこの1941年に日本が、まあ、アメリカの領土であるところ真珠湾、ここに、まあ、奇襲を仕掛けると、真珠湾攻撃というのが行われます。で、まあ、その後こう戦争というのは激化していって、後でも出てきますが、戦争が終わるのは1945年です。ここで描かれる物語というのは、まあ、大体この1941年から45年の間ぐらいのお話なんだろうなと、まあ、そういうふうに思って見てもらえたらと思います。で、この太平洋戦争、まあ、絡む国も多いわけですから、もうものすごい激化してるわけですね。で、まあ、そこに戦いに実際に行っているっていう兵士もいるわけですが、やっぱり日本に住んでいる、まあ、女性、子供とか、まあ、そういう人たちもこの戦争の被害というのを多大に受けているわけです。例えばありますね、 B29 による空襲。空襲分かりますか？飛行機がこういうふうにあって、飛行機が日本のこの上をこう通っていくわけですね、爆弾を落としながらです。はい、空襲といって、アメリカの B29 という飛行機が毎日のように日本に爆弾を落としに来ました。夜もおちおち寝ていられません。毎晩防空壕という地下室の中で寝ましたというふうに書かれていますね。この B29 っていうのは、まあ、こういう飛行機の名前です。 B29 ですが、まあ、片道3000キロぐらい飛べるとのことで、まあ、サイパンというところからアメリカがこの飛行機を飛ばすわけですね。で、どうも爆弾が最大9000キログラム、だから9トンです。ものすごい重いぐらいの量の爆弾を積んで日本にやってくる。しかもこの B29 1機だけじゃないです。戦争終戦を通して約2000機が通してですよ、やってきて爆弾をもう毎日のように落としていたというふうに書かれています。で、その爆撃から逃れるために、僕のような人たちはどうしていたかというと、この防空壕っていうのを使ってまだ逃れていたわけです。防空壕、ここ書かれているように、家の床下とか、それから庭に穴を掘るんですね。穴を掘って地下に部屋を作る。で、そこの中に入って、まあ、爆弾が降り注いでも大丈夫なように、まあ、身を守る地下室、まあ、シェルターみたいなのの一種というふうに言われています。ただこの防空壕なんですけど、助からない場合っていうのもありました。もちろん土の中入っておけば大丈夫かっていうと、全然そんなことないんですよね。防空壕ごと吹き飛ばされるっていう可能性だってあるわけですから、まあ、夜ね、寝ている間にこうやって爆弾が落ちてくるっていう時に、もしかしたらもうこの防空壕入ってても死ぬかもしれない、そんな恐怖と戦いながら毎晩を過ごしていたというふうに言われています。もうこれだけでもなかなか大変ですよね。夜なかなか寝られない生活っていうのがずっと続くわけです。で、それに加えて、人々を一番苦しめたのがこれ、食料不足。食べ物がないんですよね。というのも、人々はみんな戦争に行ってしまっている。だからこう農作物っていうのを作る、そういう手立てっていうのを、まあ、失っていた。その作物を作ってくれる人たちが戦争に行ってしまっていたわけです。さらにこの戦争に行っている人たちにも食料っていうのを分け与えないといけないわけですよね。もうこの戦っている人たちの分のご飯っていうのがいる。だから日本に残されている人たちっていうのは、もうそんな簡単にご飯なんて食べれなかったわけです。じゃあどうしていたかというと、まあ、後で出てきますが、もらってたんですよね、まあ、国が、もうどうしても食料っていうのがないから、お米とか塩とか、まあ、それから日用品もありました、まあ、そういうのを、まあ、厳格にこう配っていたというのがあります。でもここで出てくる僕の、まあ、お母さんっていうのも、自分で食べる分っていうのをもう我慢して、で子供たちに食べさせていたっていうのをずっとやっていたそうです。特に困るのが弟ひろゆきくんですね。ひろゆきくんまだ生まれたばかりですから、お米とか野菜とかそういうのはまだ食べれません。何食べるのっていうと、お母さんのおっぱいしか食べるものがない、飲むものがないわけです。でもお母さん自分でさえご飯食べてないんですよね。まあ、僕とか妹とかにご飯あげないといけないから。でそれで栄養不足になってしまって、ついには
おっぱいが出なくなってしまう。もう栄養不足で自分のお乳がもう出なくなるっていうところまで追い詰められていたわけです。そうなるとひろゆきのご飯ないですよね。お母さんのおっぱい飲めないってなったらもう食べるものがなくなってしまう。じゃあどうしていたかというと、教科書にも載っているように重湯といって、お粥がありますね。お粥をもっとこう薄めたものとか、それからヤギのミルクなんかも、もらって飲ませていたそうです。この当時ね、牛のミルクっていうのはすごく貴重品でした。なぜかっていうと、牛のミルクに含まれている何かの成分が飛行機を作る時の接着剤に使われていたらしいんですね。だから、もう戦争中ですから、戦争に勝つために必要なものっていうのが優先される。だから飛行機を作る、飛行機で相手に攻撃をするっていうのが第一優先なわけです。牛乳は全部そっちに使われた。だから私たちじゃない、その当時暮らしてた人たちが飲む分の牛乳、牛の乳っていうのはなかったわけです。でその代わりに出てきたのが、ヤギのミルク。でもこれも時代が進むにつれて、なかなか手に入らないっていうふうになっていきます。でそんな窮地を救っていたのが、さっきも言ったように国から配られていたの。これね、配給と呼ばれるものです。配る、給食の給って書いて、配給。これは、住んでいる人たちにこう平等に分配するものだったんですね。で、昔は切符とか通帳、いわゆるチケットみたいなものを、国民の一人一人にこうの分、ちょうど平等に配れるように厳格に管理をしていたそうです。じゃないと、誰かが多くもらったら、もうそれだけ不公平っていうのが生まれますよね。でも逆に言うと、みんなが平等に配られるってなったら、みんな足りないんですよ。みんなが、もうこんだけあったら十分食べていけますっていうのぐらいの食料っていうのがそもそもなかった。だからみんな苦しんでいた、みんな困窮していたわけです。で、そんな中で、ミルク缶ですね。ミルク缶っていうのをこうもらっていた。これは乳幼児、つまり赤ちゃんとかに向けて配給されるものです。これも、母乳が足りない満1歳以下の乳児とか、それから病弱な人、病にかかっている人とか限定で配られていたものなんですよね。だから普通ではもらえない。でしかもこの配給っていうのも頻度がだんだんこう少なくなっていくわけですから、なかなかもらえないような貴重な品だったわけです。ひろゆきはもうこれしか食べるものがなかった。もうこれをちょっとずつ食べさせてあげることしかお母さんはできなかったわけですね。ただここのエピソードの中ですごく印象的なところがあります。というのも、このミルクなんですけど、弟はそれしか食べるものがない、お母さんも言ってました。ミルクはひろゆきのご飯だから、ひろゆきはそれしか食べられないのだからというふうに僕に何度も言い聞かせていた。でもお腹空いてるのってひろゆきだけじゃないんですよね。僕もそうだし、妹もおばあちゃんもそうだし、お母さんもそうだし、みんなそうなんです。で僕っていうのに、僕にとってこのミルクっていうのはものすごい喉から手が出るほど飲みたい、食べたいものだった。だって当時食料不足ですから、おやつなんていうものはもう全くなかったぐらいですし、このミルク、甘いミルクっていうのはよだれが出るほど飲みたいものでしたというふうに書かれています。だから教科書載ってますね。僕は隠れてひろゆきの大切なミルクを盗み飲みしてしまいました。こういうふうに書いています。当然僕っていうのは、それが悪いことだっていうのを知っていた。僕にはそれがどんなに悪いことかよく分かっていたのです。そういうふうに言っている。でも僕は飲んでしまったのです。もう罪の告白をここでしている。当然配給のミルクっていうのはもう貴重なものだから、それが減っていたらお母さんとか気づくはずですよね。でもそれに対してお母さんに怒られたとかそういうことは書いていません。お母さんも多分分かってたんだと思います。
僕がもうこのミルクっていうのをもうどうしても飲みたい、それぐらいお腹空いていた、それぐらいしんどい思いをしているっていうのを見てたから、知ってるから、怒るに怒れない。でもそれを飲むっていうことはひろゆきの分がなくなってしまうということです。僕は弟が可愛くて可愛くて仕方なかったですが、それなのに飲んでしまいました。ものすごいこれ罪悪感に駆られてるわけですね。それでももう我慢が効かないっていうぐらい、今の生活っていうのはもう食料からそうだし、もうすごい大変な思いをしていたというふうなわけです。はい、まあそんな大変な生活が続いていたので、家族はある決心をします。あまり空襲がひどくなってきたので、母は疎開しようと言い出しました。2番のところね、はい、疎開です。疎開何かというと、まあ、早い話が、まあ、引っ越しです。まあ、地方の住民、まあ、都市の住民とかが、まあ、安全な地方へ引っ越すことなんですよね。さっき言いましたよね、爆撃、空襲が毎晩のように、毎日のように行われていた。それってある一定のところに人が集まっていたら、当然敵国はそこを狙ってくるじゃないですか。だから爆弾がたくさん落ちるような地域っていうのは、まあ、一刻も早く離れた方がいいわけです。だから人々は家族で、あるいは学校の人同士で、これ学童疎開なんていうふうに言ったりしますが、都市から離れてみんなでこうバラバラに散っていくわけです。の方が、まあ、みんな分散するから安全は比較的安全ということで、まあ、疎開をしていたわけですね。でこの僕の家族も同じように疎開することを決めました。でこの疎開先の相談に行くわけです。親戚にどっか引っ越せるいい当てがないですかっていうふうに、まあ、相談に行く。ただその親戚出会った途端こう言いました。うちに食べ物はないって言ってもう突っぱねたわけですね。これどういう意味か分かります？うちに食べ物はない、別に食べ物もらいに来たんじゃないんですよ。引っ越し先どっかないですかねっていう相談をしに行っただけです。なのにうちに食べ物はないっていきなり言ってくる。これはやっぱりまあこの親戚がこいつら食べ物もらいに来たんだ、たたりに来たんだって勘違いしてたわけですよね。でもうお前らに優しくするあてなんてないわって言ってもう突っ放ってしまう。これなんてひどい人たちなんだって思うかもしれませんが、もう今の時代っていうのはもうどこにも食べ物ないんです。だからそれぐらいみんなこう疑心暗鬼というかもう不安に駆られてる生活をしているわけですね。でただまあやっぱりこんなひどい仕打ちをされて、お母さんはもうそれ言われた瞬間です、瞬間に引き返す、もう帰ろうと言って一旦もう家に戻ろうというふうにすると。でここもまた印象的なセリフが出てきます。この時のお母さんの顔、僕は見ていたわけですね。とても強い顔だった。でも悲しい悲しい顔だった。そしていろいろありますが、僕たち子供を必死で守ってくれる母の顔っていうのが、顔っていうのが強調されます。で僕は言うわけですね。あんなに美しい顔を見たことはありませんというふうに言う。まあここでお母さんがどういう気持ちだったのか、まあ、もちろん悔しいっていう思いとか、それから私が子供を守らなきゃいけないんだっていう、まあ、その決心とか、まあ、そういうのがいろいろ込められた顔だったわけですね。じゃあこの時のお母さんの気持ちってどうだったんだろう、こういうのは後編の動画でより詳しく見ていきたいと思いますので、ここでしっかり覚えておいてください。だからそれぐらいお母さんっていうのはもう家族を守らなきゃいけない、お父さんが今いないから自分が守んなきゃダメなんだっていう、そのプレッシャーとかがねあったわけです。はい。で、まあ親戚には相談できなかったわけですが、まあいろいろあって山あいの村に引っ越し疎開をすることができるというふうになりました。で、その結構遠いところなんですよね。石窯というふうに書かれている。これは今は福岡市早良区に編入されていると書かれています。だからまあ九州の方
福岡県福岡市のあたりだそうです。でその、まあ、山の方の村に引っ越しをするということで、荷物をみんな持って馬車、馬車わかるかな、馬車はまあ馬にこう引かせてこう車でゆっくりこう移動するわけです。後ろにこう車がついているわけね。でそれでこう移動をして、その村までお引っ越しをします。で、まあ、引っ越しした先ですね、そこはあと見たこともない、見たこともないような、まあ渓流、これは谷川です。谷のこう川とかが流れていたり、美しい青空、桃の花が咲いている、で鮎がこう泳いでいる。で僕にとって、まあ、こっち書いてないですが、それは桃源郷でしたとあります。桃源郷わかります？桃源郷っていうのは、まあ、別世界のような素晴らしい素敵な世界、楽園っていう意味です。実際、この山あいの村がいろんなもう食料にまみれてて、もう生きてるだけで幸せっていうような、そういう村だったかというと、そうじゃなかったんだと思います。ただ僕まだ子供ですから、どういう村かわからない。そんな中で引っ越しして、こういう見たこともない地に降り立つわけですから、あ、なんかすごいいっぱい美味しそうな食べ物とかもあるじゃん、ここだったら幸せに暮らせるんじゃないのかなみたいな、そういう期待、そういうのもあったんじゃないかなというふうに思います。だから村の美しさとか、そういうのにこう心を惹かれてるんですね。ただそんな簡単に生活できるわけではありません。やっぱりさっき出てきたお母さんは、あの必死に働いて、で、食べ物っていうのを得ないといけないわけです。お母さんは、まあ、生まれて初めて田植えを手伝う、つまり山あいの村でその村の人たちと混ざって仕事をしているわけです。何のために？ご飯をもらうためにです。でもそのご飯は自分で食べるようではありません。もちろん村の人は自分で食べるようにどうぞっていうふうに渡してるんですけど、お母さんはそれを食べずに僕たちに残して毎回帰ってきていた。あの最初にもあったように、自分はご飯我慢して、なるべく子供たちにご飯を食べさせてあげたい、食べさせようということで自分は我慢していたわけですね。ただそれだけでもやっぱり足りないわけです。特にひろゆきのお父、やっぱりミルクっていうのを飲まないといけないわけですから、それには困ってしまう。だから自分の着物ですね、着ていた着物を、まあ、米とかヤギの乳といったものにこう交換してもらっていたわけです。でここでなんですけど、疎開先、疎開した先では実は、さっき言ってた配給っていうのもらえないんですよ、引っ越ししてしまってるから。だからもう全部自分で何とかするしかないんですよね。さっき言ってたこの配給でもらうっていうのももちろんできないし、だから自分で誰かとこうちょっとこれ交換してもらえませんかって、もう一人一人こう掛け合うしかないんです。で、お母さんはこの着物っていうのを、売り渡して、まあ、交換してもらっていたと。でこの時、作中でこれではまあ現物交換をしてもらっているんですが、この時代は医療切符というものもあって、医療を渡すと、まあ、衣類ですね、服とかを渡すと、それと交換でなんか配給がもらえるっていうような、そういう制度もあったらしいです。なので、このもらった人たち、着物をもらった人たちはその着物を、まあ、なんか国とかの人に持って行って、そこでなんか買い物をしていたというようなルーツもあるそうです。ただそんなことばっかりしていたせいで、母の着物は最終的になくなってしまったというふうに書かれています。もうそれぐらいやっぱりご飯、食べ物っていうのをとにかく、集めなければいけない、もうそれぐらいやっぱり食料っていうのは困っていたわけですし、まあ、ずっとこう裸で仕事していたっていうわけじゃないとは思うんですけど、やっぱり着物って女性にとってすごい大事なものですから、それをもうなくなるまで全部渡してしまうっていうのはすごいことですよね。でもここまでしてもです、ここまでしてもひろゆきやっぱり栄養が足りないんですよね。どうしてもご飯っていうのを存分に十分に与えてあげることができない。その結果ひろゆきは病気になってしまいます。ひろゆき病気になってしまい、
村から3里ぐらい離れた町の病院に入院しましたと書かれています。3里っていうのは、まあ、教科書にもありますが1里っていうのがだいたい 3.9km ぐらい、なので3里ってなると約 11.78km、 まあだいたい 12km ぐらいです。そこまで遠いところにしかやっぱり病院っていうのがなくって、そこに10日間入院してたわけです、ひろゆき。でも入院してもやっぱり栄養っていうのがどうしても足りなかった。ひろゆきは最終的に栄養失調で死んでしまうんです。すごくかわいそうだなって思います。やっぱりご飯っていうのがミルク、お乳、これが十分にあればもっともっと生きていたかもしれない。でもそれを十分に与えてあげることができなかったわけですね。で、ここね、暗い電気の下で小さな小さな口に綿に含ませた水を飲ませた夜を僕は忘れられませんというふうに書いてますね。これはどうも、仏教の風習か何かで、まあ、清水というふうに呼ばれたりするようなものだそうです。亡くなった人とかの口にこう綿を入れて、でそこにこう水を含ませて、まあ、水をこうまあ飲ませてあげる、この口周りをちょっと潤してあげるというようなことをしている。だからもうひろゆきこの時点でもう死んでしまっているわけですね。で死んでしまったこのひろゆきをお母さんをおんぶして、でこのさっき言ったこの三里の道を歩いて歩いて帰っていったわけです。まあ、電車やバスっていうのはもう使わずにですね。で家に戻ると、まあ、おばあちゃんとか妹もいて、まあ、泣きながら待っていた。で、部屋を貸していた農家のおじいさんが杉板を削って小さな小さな棺、棺とも呼びます。これ棺桶っていう意味です。死んだ人の、まあ、その死体っていうのをこう入れる箱みたいなものね。で、それを作って用意してくれてたんですね。で、そこにこうひろゆきを入れると。ただその時、小さな小さなその棺っていうのに入れるんだけど、それがあまり小さくて入らなかった。これってどういうことか分かります？これ作った人がちょっとちっちゃく作りすぎたっていう、そういうことじゃないんです。ひろゆきが大きくなってたんですよ。この栄養失調で最後亡くなってしまうっていうギリギリのところまでひろゆきは必死に生きようと生きようとしてた。でその分だけ成長してたんですね。母はそれをこの時に初めて知ることになります。母は言いました。大きくなっていたんだねと。ひろゆきの膝をこう曲げてその缶に入れてあげた。その時母は初めて泣いたんです。今までは強い顔、悲しい顔をしながらも涙を見せるってことはなかった。でもこの時初めてお母さんは涙を流した。この時のお母さんの気持ち、それからそれを見た僕の気持ちっていうのは一体どんなだったんでしょうか。これはまた後編の授業のところで詳しく見ていきたいと思います。皆さんもどういう気持ちだったんだろう、ちょっと自分のことだと思ってね、考えてみてください。そして弟が死んでしまってから数日後のお話です。戦争がついに終了、終わるというふうに書かれてますね。ただただで終わったわけではありません。皆さんも知ってると思います。広島に1945年8月6日午前8時15分この時に、原子爆弾というのが落とされます。で、正確には不明ですが約14万人の人がこれで亡くなったというふうに言われています。でその3日後8月の9日には長崎にも原子爆弾が落とされる。でここでも、死者が7万3000人ぐらいいたというふうに ありますね。でそういった多数の犠牲を払って最終的に戦争は終了します。で戦争は終わりましたとあって、まあ、この文章の最後どういうふうにくくられているかというと、この一文、僕はひもじかったことと弟の死は一生忘れません。こういうふうに終わっているわけですね。ひもじいっていうのは、まあ、貧乏で、まあ、お腹が空いているっていう意味なんですが、この時のひもじいっていうのはあお腹空いたなっていう、そんな簡単なものじゃないんです。もうずっと言ってるように食料がもうない、
食べるものがない、飢え死にしそうだっていうぐらいひもじかった。それとやっぱり弟が死んでしまったこと、それはもう僕つまり米倉さんの中ではすごくすごく印象に残っているわけですね。じゃあこの文章を通して筆者が伝えたかったことって一体何なのか、もうそれは一つです。戦争を憎み平和を心から願う、まあ、そういう思いっていうのが、まあ、筆者にはあったんだと。まあそれはだって弟の命っていうのがこの戦争のせいで奪われてしまってるわけですからね。でも、まあ、後半の授業でも言いますが、戦争のせいでとは言いましたが自分のせいでもあるっていうふうに筆者は感じています。なんでかっていうと、弟のミルク盗み飲みしてしまいましたってありましたよね。もしかしたらそれがあればひろゆきはもっと長生きしたかもしれない、そういう罪悪感というのをずっとずっと抱えたまま筆者はいるわけです。はい、ということで、作者さん、このお話を載せている本の後書きの中でこういうことを言っています。戦争ではたくさんの人が死にます。そして老人、女、子供と弱い人間から飢えて死にます。私はそのことを忘れませんというふうに言っている。やっぱり戦争っていうのはそういう弱い人たちの命っていうのをもう簡単に奪ってしまう。そして僕自身も、まあ、弟から、まあ、ミルクを、まあ、言葉悪いですけど奪ってしまった。だから僕がひろゆきを殺してしまった、それに加担してしまったんじゃないか、そういう思いも含めて、言っているわけですね。だからやっぱり戦争っていうのは絶対に二度と起こしてはいけないものだ、平和っていうのを心から願う、そういう思いがこの文章全体を通して語られているということです。はい、ということで今回は大人になれなかった弟たちに、まあ、あらすじを、ね、紹介してきたわけですが、まあ、この解説の中でぼやかした部分っていうのもたくさんあります。お母さんの思い、そして僕の思いです。まあ、こういったものがもっともっと具体的に後半の動画では紹介していきますので、まあ、そちらもぜひご覧ください。では今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。